琉球ドラゴンプロレスリング、グルクンマスクです。台湾は今回2回目の参戦になりますけれども、相手が、アヨンゴ、あ、うちで修行してたやつか。俺が先生みたいなもんだから、まあ一丁軽く揉んで琉球ドラゴンプロレスリングを台湾に広めて、そして台湾のプロレスも俺たちが盛り上げてやるから、いいか、ちゃんと練習しろよ。